山本周五郎作。八木。一。おい、マキの、起きないか。勘弁してくれ。本当にもうダメだ。しょうがないな。起こしあぐねて、平馬は振り返った。ちょっと手を貸してくれ、こうした。 どうしても動きそうもないぞ、これは。兄上様がお悪いのですわ。小房は優しく兄を睨んだ。いくらお止めしても聞かずに面白がってお飲ませなさるのですもの。こんなにお酔わせしてしまって、きっとお苦しいわ。俺もこんなに酔わせるつもりはなかったさ。平ーマは妹の非難を逸らすように酔い倒れている。 マキノ之助を抱き起こしながら、低い声で言った。なんだか今夜は妙にマキノが何か話し出しそうな気がしたものだから、酔わせれば楽に言えるだろうと思って、ついどう過ごしてしまったんだ。何かご相談事でも終わりでしたの相談というわけではないが、なんだかそんな風に思えたので、つまり、 平ーマは妙に口ごもってしまった。小房はそれでハッとしながら、慌てて寝巻きを広げ、辰之助の肩へと着せかけた。火は持って行ってあるな。はい。では運んで行ってやろう。着替えをさせた辰之助の体を、平ーマは担ぐようにして次の間へ運び込んだ。明日の金ともに、主席の後片付けをしてから、 よいざめの水をもって、小房が新所へ入ってゆくと、暗くしてある有明暗洞の光の下で、達之助がふっとヤグの中から笑顔を見せた。すっかりご迷惑をかけてしまいました。い,いえ、帰って私どもこそ、兄の悪い癖でとんだご迷惑をおかけいたしました。お苦しゅうございましょう何 本当はまだ酔ってはいないのです。達之助は笑ってみせながら、ああしないとヘーマはいつまでも飲ませますからね。酔った真似をしただけですよ。しかし拙者もヘーマのおかげでだんだんと強くなりました。お水を召し上がるとお楽になりますわ。ありがとう。なあに、酔ってはいないんですから。そう言いながら、 辰之助の目は微笑したまま自然と閉じてしまった。日頃から兄の面倒を見ている小房には顔色と呼吸の匂いで辰之助の悪酔いをしていることはすぐに分かった。何でもナイフを装っているが、おそらくどうしようもないほど苦しいに違いない。小房はそっと立ち上がると、 耳だらいに髪を敷いたのを持ってきて、枕元へ置いた。辰之助は、荒い寝息を立てて眠っている。小房は脱ぎ捨てた辰之助の衣服を畳みながら、しばらく寝息を伺っていたが、どうやらそのまま眠るらしい様子なので、明かりの具合を直してから、静かに部屋を出た。 もうすでに大きないびきを立てながら眠っている兄の様子を見て、自分の根間へ引き取ってからも、小さはなかなか寝つかれなかった。何か話したい様子だった。そういった兄の言葉が頭の中で生き物のように踊っている。幼い時から兄と同じように慣れ親しんできた達之助との数々の思い出が、 いつか渦の中に集まる木の葉のように、小さの胸の中で、一つの感情を中心に、くるくると回り始めていたのである。それが今しがた兄の口から、辰之助が何か話したい様子だったと聞かされたとき、自分でも思いがけないほど、鮮やかな生々しさで、意識の表面へ浮かび上がってきたのだ。 兄上様も待っていてくだすったのだ。はっきりそれが分かったことの嬉しさと、すでに辰之助が自分に申し込みをする時期が来ているのだという自覚とが、今の古房にはまるで想像もしなかったことが厳然したような感動であった。牧野辰之助は藩の老親の子である。 父の与吉右衛門は870国の年寄り役で、官営武士型の一徹な性格だったが、家中の人望は厚く、若い頃から半生の重要な位置にあって活躍し、現在では福田の新城に上代として赴任している。達之助はその一人息子で、母は10年前に死し、 父が福田へ赴任し去ってからは、この鶴岡城下の家に、わずかな召使いと住んでいた。この頃目に見えて兄弟を訪ねることが多いのも、父の留守で家が寂しいという理由もあったであろうが、小房がそれをある無言の漂白と受け取ったのもまた、自然のことに違いない。 2. 小房は眠れぬままに同じことを幾度となく繰り返し考えていた。九つの鐘が聞こえてきた。もう眠らなければと思い直して、川屋へ立った小房が手を洗おうとして小窓を開け、太目を上げたとき、庭前にある柿の小木の上に、 人のうずくまっている姿を見つけて、はっと息をひいた。俗だ。そう直角したのである。その柿の木は50年の古木で、地上9尺のところから二股に分かれ、一枝は屋根の上まで伸びている。怪しい人影はその大枝の上にぴったり身を伏せ、 しかも少しずつ屋根の方へ這い寄っていくようであった。引き窓から忍び入るつもりなのだ。小房はそっと引き返した。そして手早く帯を締め直すと、投げしにかけてあった薙刀を取り下ろし、鞘を払って、静かに庭へ出て行った。俗に忍び込まれることは、武家にとって恥辱とされている。 兄を呼び起こすまでもなく、人をどしに追い払うつもりなのだ。足音を忍ばせて柿の木の下へ。怪しい人影はまだ枝の上にうずくまっていた。小房は静かにその大枝の下へ近寄ると、なぎなたを中断に構えながら、くせ者と強く叫んだ。降りてまいれ 神妙にせぬと切り捨てるぞ。ああ、待った。さっと人なぎ、脅しの空打ちをくれた。樹上の人はあっと叫びながら。待った、拙者です。小草殿危ない。ああ。と言って飛びのく小房の前へ、すルすルと降りてきたのは、まさに、達之助であった。まあ、どういたしましょう。 私少しも存じませんで。どうぞお許しくださいませ。いや、拙者の方こそ驚かせて失礼しました。でも、今自分どう遊ばしましたのこれなんです。達之助は苦笑しながら片手に持っていた熟し書きを差し出した。懐にもあるらしい。さっきは酔わないと申し上げたが、 実はどうもひどく悪酔い,いをしていた様子で、サますには熟しがきがいいと言われていたのを思い出したものですから、そっと脱出してきたというわけです。まあ、それなら一言そうおっしゃってくだされば。いや、自分で取りたかったのですよ。随分長いことこの木にも登りませんでしたから。そんなにお酔いになっている時に危ないではございませんか もしオちでもなすったらどう遊ばしますはっはは。たつのすけは低く笑った。いつかもそう言って叱られましたね。あれは確かまだ元服前のことだ。まだ身の青い自分に登ってとったら、あなたは大層を怒って。まあ。あんなことをまだ覚えていらっしゃいましてうちでは小言を食ったことのない方ですからよく覚えていますよ。 青い実を取るようなものには熟してからもやらぬ。確かそう言って怖い目をしたでしょう。でも熟してから差し上げました今度だけは勘忍してあげる。きつい目で睨みながらそう言われたのを覚えていますよ。あれ以来柿を手にするたびにじっと見ていると、あなたがどこかで勘忍してあげると言っているような気がしたものです。<laughs> 小房は甘く笑い声を立てた。恥ずかしゅうございますわ。私ずいぶんお天場でございましたから。今夜の投げなたも当分忘れられないことでしょう。もうお許しくださいませ、私。小房の声を遮って。誰だ何者だ空いている雨戸の隙から平馬がわめき立てた。拙者だよ。 辰之助だ。なんだ、薪のか。今自分何をしているんだ。何柿を取っていたんだ。辰之助は小草の方へ振り返った。小草は肩をすくめてそっと笑った。平馬はまだ寝ぼけているのか、訳がわからぬという様子で何やらばめいていた。 どうした気分は治ったかうーん、どうも。ふふふふ。顔色が悪いぞ。明る日、城中へ登ってから、昼過ぎまで、辰之助の顔を見なかった桂馬は、退出する少し前に、ようやく休息所で出会った。果たして彼は、青白い、重苦しげな顔をしていた。 何しろ、少し飲みすぎたよ。昨夜は馬鹿に調子よくやったからな。俺はまた何か話があるので、元気づけに飲みでもするのかと思ったくらいだ。うん。少し話もあったのだが。やはりそうか。エマは微笑しながら。そんならどうだ。今夜またちょっと家へ寄らないか。聞くべきことがあるなら俺も早い方がいい。寄るなら待っているが。 やるとすぐに酒だからな。それでは酒抜きにしよう。昨夜はせっかく支度をした食事が無駄になったと言って、国産のやつしょげていた。今夜は飯だけにしよう。それがあてにならぬから。バカなことを。俺だってそう毎晩やりはしないよ。では余っているぞ。達之助はしばらく考えていたが。ではやろう。しかし今日は、 少しご用が立て込んでいるから体質が遅れるかもしれぬぞ。いいとも。その代わり、飯を食わずに来るんだぞ。支度をして待っているからな。そう言って別れた。これでいよいよ話が決まる。平馬はそう思って心が軽くなった。彼はいつ達之助が妹に求婚するかと、長い間待っていたのである。 牧の家は八百七十国の老神格だし、自分たち長谷川家は三百国そこそこの馬周りで、家柄にはかなりの差があったけれど、父親同士の信仰がそのまま彼らまで持ち越されて、幼少の頃からほとんど親族同様の往来をしてきた。平馬は二歳の年笠であったが、 昔から辰之助に深く傾倒して、彼こそ未来の国老たるべき人物だと固く信じていた。そしてその信頼はいつかしら辰之助と妹と結びつけて考えるようになったのである。平馬は妹を愛していた。彼流儀の誇張した言い方をすれば、宝玉のように大切な妹である。 おふさを幸せにするためなら、自分はどんなことでもしてみせると、口癖のように言っている。そういう妹だからこそ、彼が達之助と目合わせようと考えたのは当然だろう。その上彼はいつか達之助の目の中に、ありありと妹に対する愛情が輝いているのを見たのだ。よし。 マキノは必ず求婚する。ヘーマはそう決めていたのだ。ご夫妻、今夜も客だぞ。家へ帰るなり、ヘ馬マは元気な声で言った。だが酒は抜きだ。飯だけにするから、うんと地層をこしらえてくれ。どなた様がおいでになりますのマキノだよ。ヘーマは袴を放り出しながら、 あいつやはり話があったんだ。飲みすぎてきっかけがなくなったらしいぞ。案外気の弱いところがあるからな。それでは急いでお支度をいたしましょう。客も少し飾ったらいいだろう。牧野は花が好きだから何かいけるさ。法も炊いておく方がいいな。それから、酒は抜きだが、まるでなしというわけにもいくまい。いけませぬ。小房は叱るように遮って、 兄上様はお酒好きを持つともうおしまいですもの。本屋は一滴もなりませんわ。牧野様がご迷惑をなさればかりですから。よし、いくらでも牧野の悲劇をしろ、どうせ。言いかけて桂馬はブルルと首を振った。まあいい、お前に任せる。その代わりご馳走はたくさんいたしますわ。 国傘はいそいそと立っていった。夕べの今日である。辰之助がどんな話を持ってくるか、無論彼女にも察しはついていた。いよいよ自分の運命が決まるのだ。国傘は恥ずかしいほど胸が震えるのを感じながら、辰之助の好きな白菊の一輪を、かやの中に行けた。柱掛けの一よぎりには、 あけびのつるを刺した。そして香の香りがしっとりと、客間の空気に染み渡って、辰之助が訪れてきた時には、心を込めて、薄化粧を終わっていた。四。腹が減ったろう。まあ、座ってくれ。なんだかまだ酒が残っているようだ。そんなものは食べれば治る。 ケ馬はずかずか自分の席に座った。飯を先にしような。うん、それもいいが。飯が先だ。俺はもう我慢がならぬ。おい、小草、どしどし持ってきてくれ。辰之助もようやく座についた。小草は化粧をした顔を見られるのが恥ずかしく、表を伏せたまま全部を運び始めた。辰之助の目は、 小房の美しさを見て、明らかに驚きの色を表したが、しかしすぐ眩しそうに視線を逸らした。どうしたんだ馬鹿に今夜は固くなっているじゃないかそんなことはないさ。さあやろう。小房の自慢の汁だ。思想になります。達之助が箸を取ろうとした時、箸の吉次郎が足早にやってきて、 申し上げます。牧野様を宅より急ぎのお死者でございますと知らせた。辰之助は箸を置いて、すぐ参る。ちょっと失礼するぞ。と立っていった。急ぎのお使者と聞いて、平和と国佐は何か不安なものを感じながら待っていた。辰之助は間もなく戻ってきたが、元の座には着かずに立ったままで。せっかくのご馳走だが。 拙者は頂戴している暇がなくなった。これで失礼させてもらう。どうしたんだ何事が起こったんだ福田から早馬の急死だ。父が既得だという。え何よきちえもん殿が。もう間に合わぬかもしれぬという死者の工場だ。小房殿、せっかくのお手料理をいただかずに参るのは残念ですが、お許しください。い,いえ、それより一時も早く。そうだ、飯などはいつでも食える。 急いで行くがいい。しかし夜道だから十分気をつけてくれ。ありがとう。では、いずれ、また。達之助は走行と去った。玄関まで見送って元の部屋へ帰った兄弟は、見事に配られた食前を前にして、言いようのない寂しさに襲われた。飛んだことができた。エ馬は安全と手を膝へ置いた。 間に合えばよいが。本当に福田まで馬でどのくらいかかりますの乗り継ぎにやっても明日の朝になるだろう。小房は胸の中でそっと、どうぞ途中ご無事であるようにと祈った。それから三日目に、辰之助からの頼りがあった。よきちえもは死んだ。 ついに臨終には間に合わなかったが、安らかな王城であったそうだということ。また後始末と父の後認がつくまで当地に留まるが、月の終わりには帰れるはずだと書いてあった。さぞ、お力落としでございましょうね。小房は涙を抑えきれなかった。牧野は親思いだからな。 急病だったのだろうが、看病もせずに死なれては、さぞ心残りなことだろう。思いやられる。お悔やみの手紙を差し上げましたらうん、書こう。お前も書け。兄弟は心を込めた哀悼の言葉を送った。その返事はなかった。よ知恵門の公認は、 月を越すまで決まらなかった。そして一応、上代火薬の原六郎右衛門が当分の間代理を務めることに決定して、ようやく辰之助は鶴岡へ帰ってきた。帰るとすぐ葬儀が行われた。主君からも調子が立ったほどの正義で、半月ほどはゆっくり話をする機会もなかったが、 やがて三七日の気も明け、出資も元の通りになったのに、どうしてか辰之助は長谷川家へ訪ねてくる様子がなかった。小房はおりおり心配そうに、牧野様はどうなすったのでしょうまだお取り込みなのでしょうかお帰りになってから、まだ一度もお見えになりませんのね。何にそのうちやってくるだろう ヘイマは努めて何気なさそうに言った。上中では合っているが、元気でやっている。近いうちに地層のし直しをして招くとしよう。それがよろしゅうございますわ。もう狩りが出始めましたから、お好きな串焼きをどっさりご馳走いたしましょう。そうだ。明日にでもそう言っておこう。けれど実は、ヘイマは上中でも耐えて、 達之助に会う機会がなかったのである。しかもこの間に一切ならず不愉快な噂が耳についていた。牧野は妙な女を家に入れているそうだという思いもかけぬ風評が。ご。今日は少し話があってきた。ようこそ。葬儀の折にはまた、 いろいろな面倒をかけてすまなかった。さあ、これへ。辰之助は、明かりを置き換えながら、平馬を神座へ生じた。毎日尋ねようと思いながら、父の後始末で何かとご用が多く、つい礼にも参らずにいたが、そんな他人行儀はよそう。平馬は一本調子に言い出した。 今日は腹を割って話しに来たのだから、紀候もそのつもりで複雑のない返事を聞かせてくれ。いいな。そこで担当直入だ。紀候もご寸婦の正居でいよいよ家渡をすることになるだろうが、それについて、妹の国債を嫁にもらってはくれないだろうか。それは。今、え、達之助は、あぜんと目を見張った。 アゼント。まさにそれは、アゼントしたと形容するより他に言いようのない表情だった。ヘーマは逆に驚いた。マキノ、キコをまさか。いや、待ってくれ、それは。それは全く思いがけない話だ。国サ殿妻に。思いがけないって テーマは声の震えるのを抑えきれなかった。思いがけないとはこっちで言うことだ。気候は国葬。いや待て、マキノ。俺はそうだとばかり思っていたぞ。俺は貴公が。それは困る。そう思われていようとは少しも知らなかった。なるほど貴公たちと拙者とは幼馴染みで。 ことにこの数年来は身内のように親しくしてきた。しかし、拙者としては、元よりそんな気持ちはなかったのだ。では、では牧野、マキノ。ヘマは思わず膝をすすめた。いつぞや折り入って話があると言ったのは何だ。あの時の話というのは何だ。いや、あれは別だ。別でもいい。 改めて聞こうではないか。それとも今となっては話せないことか。話そう。辰之助はしばらく黙っていたが、やがて静かに表を上げていった。実は、前から困ったことができて、気公の助けを借りようと思っていたのだ。小房殿のことを言われたので、 何とも話しにくくなったが、それとは別に聞いてもらう。心得た。気候は呆れるだろう。恥を忍んで言うが、拙者には女がある。牧野若気の過ちだった。魔が差したのかもしれない。ふとした弾みに足を踏み外したのが。 取り返しのつかぬことになった。子供ができたのか。今年で三歳になる。しかも男子だ。辰之助は青ざめた額を垂れたまま。この敵来ぬうちなら何とか始末の使用もあったろうが、もう取り返しはつかない。父はあの通りの太刀だし、 もしこれが世標にでも登ったらどうなるかと、この三年というもの、白氷を踏む心持ちで暮らしてきた。話というのはこのことだ。非行に打ち明けた上、何とか父に了解を求めてもらおうと思って、幾度も口まで出かかったまま、言いそびれていたのだ。相手の女は何者だ 以前、うちで召使っていた娘だ。召使いなどに、薪野、気候が。平馬は震えてくる拳を撫でながら。見損なったぞ、薪野。声を励ましていった。俺は気候を未来の国老だと思っていた。 町内藩に第一の人物だと思っていた。俺ばかりじゃない小草だってそう信じていた。今だから言うが、俺たちは、俺も小草も、いつか気候が休婚してくれるものと思って待っていたんだ。いいな、何も言うな。そう思ったのは、俺たち兄弟の目が狂っていたんだろう。バカな夢を見ていたのだ。 しかし、しかしなあ、あマキノ。人間は口に出してそれと言わなくとも、心で、目の色で人を殺すことがあるんだぞ。許してくれ。拙者は、知らなかった。そうだ。そう言ってしまえば貴公はそれで済む。しかし、それで済まぬ者がいることを忘れないでくれ。 長谷川、邪魔をした。平馬は声を震わせながら立った。何という意外な結果であろう。妙な女を引き入れているという説評は事実だった。しかもその女との癒しい常時の間に、彼は天然として兄弟の行為を盗んでいたのだ。あの目が。 あの目が。妹を見るときの達之助の目が、あの目の中に輝いていたものが、愛情ではなかったというのか。見損なった。ヒエマは思わず呻吟した。六。家に帰ってからも、 妹の前を逃げるようにして今へ引きこもった。今夜牧野を訪ねるということは言ってあった。小房が様子を知りたがっていることは痛いほどよくわかる。だが言えるか言えるかこれが桂馬は笑いたくさえ思った。辰之助を一筋に信じてきた自分の愚直さを、道家のような鈍さを、 ありたけの声で笑い飛ばしたかった。小房は何も聞かなかった。話さぬことは聞かぬといういつもの態度ではない。鋭敏な乙女の感覚は兄の表情から事の始末を察したのである。無論理由はわからない。しかし待っていたことがあだになったということだけは確かだ。 平ーマはすっかり無口になった。酒も飲まなくなった。小房の方が帰って見かねたように、今夜はお酒を召し上がりません美味しそうなつぐみが買ってあるのですけど、なんだか沈んでいらっしゃって寂しいわ。なるべく明るい調子で言っても、酒は予想と、答えはいつも同じだった。こんな状態を続けていてはいけない。 事情をよく話して妹にはっきり諦めをつけさせなければと、平間は何度も思うのだが、ふとすると庭に佇んで、まだ身の落ち残っている柿の木の小を、しょんぼり見上げていたりする小房の姿を見ると、とてもそんな残酷な話を切り出す勇気は持てなかった。霜月に入ったある日、 テーマは城中の遠ざぶらいで、近所版の者が四五人して達之助の噂をしているのを聞いた。そいつは思い切った左遷だな。大鳥だけの金山役所とは甘木のも気がつくまい。あれだけ藩の人望を背負っていたのが、つまらぬことになったものさ。結局、慎むべきは女だよ。正式に願いも出さなかった女にこう産ませ。 今になって妻子の届け出をするなんて下手なことをしたものだ。聞けば召使いだということではないか。くだらぬ。うまく始末をすれば何でもなかったのに。妻子案外に馬鹿正直だぞ。平馬はさすがに驚いた。辰之助が大鳥岳へ左遷される。大鳥岳とは、偶然と絵ごとの国境にある銀山で。 庄内藩が幕府から預かっているものだが、その役所詰めになるものは、老朽化無能者と相場が決まっていた。何しろ岡島国老が真っ先にそう主張したというのだから、もう牧野の一生もこれで蹴りがついたも同様だ。おかげで代わりに乗し上がるものができるだろう。うん、不運はわからぬものだ。そこまで聞くと、 もうあとは耳を覆いたい気持ちで、平馬は立った。国家老の岡島大学は、牧野家の桃園にあたり、誰よりも厚く辰之助の引き立て役になっていたのである。その大学が先に立って左遷を主張したとすれば、辰之助の将来は全く葬られたも同じことだった。しかし、自ら招いたことだ。 ヘ馬マはそれ以上何も考えまいとした。小房にとってもその方がいい。そう思った。それから四五日経って、達之助が大鳥だけへ出発したということを聞いた日の夕景である。ヘ馬マが下場してくれと、小房が待ちかねていたように、お客来でございます。ささやくように言った。客だと誰だ 女の方ですわ。兄上様にお会いしてから申し上げると言って、お名前も用事もおっしゃいませんの誰だろうな平馬は不審に思いながら、出資姿のまま、百0万入っていった。明かりに背いて、一人の女が正然と座っている。歳は二十二三であろうか。武家風には装っているが、 どこかそぐわぬところのある体つきだし、ちらと平馬の方を見上げた目は、怯えたもののように震えていた。拙者が長谷川平馬です。お待たせしました。お留守に上がりまして。何かご用ですかはい。ぜひ、申し上げなければならぬことがございまして。 女は健康そうな丸い膝の上に肉づきのいい指をきちんと重ねながら言った。伺いましょう。どんなことです牧野様の若旦那様のことにつきまして。牧野がどうかしたのですか私、少しも存じませんでした。 そう言って急に女は目を抑えた。おえつが突き上げてきたのだ。わたくし、ことと申します。若旦那様は、わたくしを妻だとおっしゃっているそうでございます。わたくしの産んだ子を、ご自分のお子だと、お神へお届けになったそうでございます。 嘘なのです。みんな嘘でございます。七。ヘーマは色を変えた。嘘とはどういうわけです何が嘘なんですか私は、亡くなった大旦那様のそばめでございました。うんだ子は、大旦那様のお種でございます。 何何それは何よりの証拠はこれをご覧くださいまし。女はそう言って懐から一通の書面を取り出した。平馬が奪い取るようにしてみると、上書きは達之助に当ててあり、裏には父と一字だけ記してあった。 封が切ってあるままに取り出して読むと。感性、意思の見立てにて、もはや長くは存命おぼつかなしとのことゆえ、取り急ぎ、一筆申し残し候。その元の母、死してよりすでに十年余日。その間、再三にわたって五苦を進むるものこれありそうらえど。父は亡き妻のこと忘れがたく。 その元の成人をのみ希望に固く節操を守り続け候。楼。去りながら、人の身ほど過ちやすきはなく、五年以前、福田城代として不認したりしより、幾ばくもなく、ふとした心の緩みより、召使いのことに手をつけ申し候。この不始末、若年のその元に申し聞け候は、 勘願とも残機とも申すべきようこれなく。ただただ愚式父をご貧札のほど願い入り候。さて臨終に申し残すは、ことの心情に候。近年健康優れざりし父は、心を込めたることの世話にて、いかばかりか老年の心慰み将来しぞ。親子の柿を取り除きて、 哀れなる友として父の心情をお汲み取りくださるべくは、何とぞ我が亡き後、ことの心情を立ち行くようお計らいこれありたく。世に知られて亀名の知辱と愛なることなきよう、その元のご一存に任せ候ろうまま、くれぐれもよろしくお願い申し上げ騒ろう。苦は将来ども、 幼児松次郎はそのもとにとっても血筋なり。母子とも不憫の者にそうらえば、返す返す心情のこと頼み入りそうろは呆然と息を呑んだ。私は若旦那様の仰せのままに、ただ松次郎様をお育て申し上げるために、 お屋敷へおと申したのでございます。ことはむせびあげながら言った。ただそれだけでございます。そして今日までは何も知らず、いずれ若旦那様は、こちらのお嬢様とご祝言が遊ばせものと存じておりました。お嬢様とのことは、亡くなった大旦那様から常々伺っておりましたから。 それが今日になって、若旦那様が、私どもをご自分の妻とこのようにお届け遊ばし、そのために、遠い金山とやらへいらっしゃると聞きまして、取るものもとりあえず、こちらへ上がったのでございます。よく来てくれました。ゲーマは衣装を巻きさめながら、 こんな事情があろうとは知らぬものだから、拙者も牧野に無礼なことを言ったのです。見損なったなどと、拙者こそまるで目倉同様でした。それで、若旦那様のお身の上は。これからご家老を訪ねてみます。事情が分かれば何とか方法は立つでしょう。小房はい馬の支度をさせてくれ。平馬は立って。 あなたは人目につかぬよう屋敷へ帰っていてください。牧野のことは拙者が引き受けました。どうか多言をなさらないで。承知いたしました。平馬は衣装を懐にすると、走るように玄関へ出て行った。馬の支度はできていた。鞭を取って飛び乗ると。小房、よかったな。 と低く言った。俺は岡島国郎を訪ねる。次第によっては薪の縄と追うことになるだろう。家のことを頼むぞ。はい。あ、兄上様平マはもう馬を飼っていた。8遺書を読み終わった岡島大学は、そのまま黙ってしばらく宙を睨んでいた。 銀色の貧発がかすかに震えている。引き結んだ唇にも、シアをたたんだ赤ら顔にも、日よけの上に差し伸ばした拳の動きにも、老人の心を大きく打った感動の色が、歴然と刻まれていた。お分かりくださいましたろうか。ケーマはまだ息を弾ませながら。牧野に過失はなかったのです。 過失どころか、父親のために自分の名を葬ろうとしているのです。与吉江門殿がその女に不憫をかけられた気持ちも、世間には例の多いことで、声を大にして責めるほどの過ちではございますまい。しかし与吉江門殿は、あのようなご性格でそれをことごとく恥じておられた。無論、恥じておられたのは名分をもってのことで、古女に対しては実に穢れのない、 一筋の愛情を持っておられました。それは遺書によく現れていると思います。それで、どうせいというのか。牧野の左遷をお取り消しください。大学は、ぎろりと目を光らせた。事情がお分かりくだされば、牧野を左遷する理由はありません。あれだけの男を鉱山役所へ追いやるのは、お家のためにも損失です。 辰之助が帰ると思うか静かな声だったが、平馬は胸を打たれたように息を引いた。大学は日よけの上で手を揉みながら低い声で言った。辰之助を呼び戻すには、司祭を明らかにしなければならぬぞ。それでもよいか何かしかし何か方法がない。 あれなら申してみ。桂馬マはぎゅっと唇を噛んだ。大学は軽く咳をしてから。マキノの,の身分でそばめの一人ぐらい、こう産すたとてそれほど弾べきことでないのは事実だ。けれど彼はそれを恥じたのだ。よくちえもはそういう男だった。しかし。 達之助の将来を叩き潰してまで隠しをせようとは思っていなかったはずです。おそらくそうであろう。だが、達之助は自らそれを望んだのだ。今呼び戻されて帰るほどなら、その前に方法を考えぬ彼ではない。そうするのが最善と見たからしたのだ。では、このまま黙って見ていろとおっしゃるのですか ヘーマは袴を掴んでいった。あれほどの男を、あらぬおめえにさらしたまま捨てておくのですか事情がすっかりわかっても、ご家老はそうしろとおっしゃるのですかおめえだと思うか、ヘイマ。事情はお前が知っている。わしも知っている。おそらくお前の妹も知っているであろうが。はあ 時が来れば、主玉は自ら光を放つぞ。大学は、かすかに微笑みを浮かべていった。ただ一つ、お前のなすべきことがある。はっ。お前の妹を辰之助にやれ。よきちえもんも望んでいた。お前が行って死罪を話せばもういいなとは言うまい。ただし、 表向きには数年待つのだ。ごから追いつけましょうか向こうは勝ちだ。おそらく厚みの宿に泊まっているだろう。これから馬で飛ばせば朝までには追いつける。平馬は漢字として手をついた。お口添えだと申してもよろしゅうございましょうか役に立てるがよい。片付けのございます。 ごめん。蘇ったように立った。これでいい。国老に死災を通じておけば、いずれは運の打開する時が来るであろう。こうなれば一時も早く追いついて、北里との婚約を承知させることだ。いやとでも言ってみろ。その時こそ、と誘約して馬を引きながら門を出ると、思いがけぬ夜寒の風の中に、 小草の待ちかねている姿を見つけた。小草ではないかどうしたのだ兄上様。小草は走り寄ってきて、薪野様を追っていらっしゃいますの行くとも。これから夜道を飛ばしてお前の段を決めてくるんだ。では、これを。小草はそう言いながら、抱えていた枝付きの熟し書きを差し出した。 これをマキヌ様に差し上げきこんなものをどうするんだ差し上げてくださればわかりますのそれを見れば辰之助様の心に通ずる2人だけの言葉があるはずだ百0選の文字よりも深く自分の心を知ってもらえるはずなのだよし預かった必ず渡すぞお気をつけて きっぽうを待っていろ。さらばだ。ケーマは無知をあげた。小房は夜風の中に、遠ざかりゆくひずめの音を聞きながら、いつまでも立ち尽くしていた。